はい、こんにちは。今回は伝説のボクサーが初めて負けた試合を紹介いたします。モハメド・アリは1960年ローマオリンピックで金メダルを獲得し、プロ転向後も連勝を続けました。当時のヘビー級ボクシングは力任せな殴り合いだったのですが、アリは華麗なフットワークと鋭いジャブを活用するアウトボクシングを持ち込みました。アリがブランクを作っている間、ジョー・フレイジャーが統一世界ヘビー級王座に戴冠し、アリは復帰後王者フレイジャーに挑戦いたしました。この時王者フレイジャーが26戦全勝 23KO、 アリが31戦全勝 25KO、 そしてフレイジャーが東京五輪の金メダリスト、アリがローマ五輪の金メダリストという無敗で金メダリスト対決は The Fight of Century のキャッチフレーズが付けられ、生中継は世界33カ国に放映されました。最終15ラウンド逆転 KO を狙うアリに対し、フレイジャーが得意の左フックを炸裂させ、アリがダウンを喫しました。アリに黒星をつけたフレイジャーは、史上最強のパンチ力の持ち主、ゾウも倒すと恐れられているジョージ・フォアマンにあっさりと倒されるのです。そのフォアマンにアリはザイールで挑戦するのですが、フォアマンはフレイジャーを2ラウンドで KO した後、初防衛戦は1ラウンド KO、 2度目の防衛戦もケン・ノートンを2ラウンドで KO し、40戦40勝 37KO の戦績を誇り、文字通り最強の王者でした。ジャングルの決闘と目打たれたボクシング史上最も有名な一戦は、フォアマンがアリをロープに詰めて滅多打ちにする展開が続きます。アリのセコンドを含め観衆の誰もがアリの戦術を理解できませんでした。アリはずっとロープを背負い続け、一方的に打たれていましたが、8ラウンドに奇跡を起こします。マイク・タイソンは身長178センチとヘビー級としては小柄ですが、巨漢ボクサーをガードの上からでもなぎ倒す桁外れのパンチ力に加え、ヘビー級では破格のスピードと様々なコンビネーションブロー、そして相手のパンチをボディーワークで巧みに外す
鉄壁の防御を武器に次々に大きなボクサーをキャンパスに沈めてきました。統一ヘビー級王者で37戦全勝 33KO のタイソンは、ボクシング界だけでなく全ての格闘家の中でも人類最強と思われ、タイソンが負ける姿は想像もつかなかったのですが、無名のジェームス・ダグラスとの試合で大苦戦を強いられます。当時タイソンは無敵と思われていましたが、1985年にカス・ダマトが亡くなられてから私生活が乱れ、路上での喧嘩や離婚問題、そして練習よりパーティーに忙しくなり、練習量がめっきり減っていたのです。体が重そうなタイソンとは対照的に、ダグラスはしっかりと準備をしたせいでパンチにキレがあり、タイソンはたびたび左ジャブとカウンターを被弾し、ダグラスペースで試合は進んでいきますが、8ラウンド終了間際にタイソンの強烈な右アッパーが炸裂します。8ラウンドにダウンしたダグラスは9ラウンドに入るとすぐに反撃を開始し、10ラウンドには強烈な右アッパーからの連打で世紀の番狂わせを完結させました。メキシコの英雄フリオ・セサール・チャベスは無類のタフネスとスタミナを武器に完璧な強さを誇り、デビューから90戦負けがなく89勝 74KO 1引き分けの戦績で3階級を制覇いたしました。 The Surgeon Randall。 ランドールはアマチュアで263勝23敗の戦績を誇り、1983年にプロ転向し、サージェンの意味を持つクールな技巧派としてじっくりとキャリアを積み上げ、プロキャリア12年目にしてチャベスに挑戦いたしました。序盤はランドールがスピードで翻弄し、中盤から王者チャベスがプレッシャーを強めインファイトに持ち込むのですが、ランドールはチャベスの打ち終わりを狙って反撃し、距離を作ってチャベスの攻撃を遮断します。そして11ラウンドに素晴らしいワンツーが王者の顎を捉えるのです。モントリオールオリンピックで金メダルを獲得したシュガー・レイ・レナードは、プロ入り後もスーパーエクスプレスと呼ばれたスピードを武器に無敗のまま WBC 世界ウェルター級王者となりました。挑戦者ロベルト・デュランはライト級で12度防衛し、ライト級では歴代最強と言われ、2階級を上げてレナードに挑戦してまいりました。王者レナードは27戦全勝 18KO、 一方デュランは72勝 55KO 1敗。この一戦はカナダのモントリオールオリンピックスタジアムで開催されました。この会場は4年前
レナードがオリンピックで金メダルを獲得した場所でした。スピードのレナードかパワーのデュランかと注目された対決は、デュランが持ち前の野性味を発揮し、序盤から荒々しく攻め立てます。スーパーエクスプレス、レナードは後半に追い上げ、スピードの連打でデュランに迫ったのですが、パナマの英雄、デュラン有利で15ラウンドが終了しました。この勝利にデュランの母国パナマは大熱狂し、大統領専用機でパナマに凱旋しました。しかし5ヶ月後の再戦でデュランは試合途中で戦いを放棄し、レナードに敗れ去りました。黄金のバンタムと謳われた50戦無敗の王者エデル・ジョフレの9度目の防衛戦に、元世界フライ級王者ファイティング原田選手が挑みました。無敵王者に挑戦した原田選手の勝利を予想する人は皆無でした。しかし原田選手は自分を信じ、同じ人間じゃないか、絶対に勝てると猛練習をして準備をし、大一番に挑んだのでした。原田選手はいつものラッシュ戦法ではなく、ヒット&アウェイで戦っていましたが、4ラウンドに原田選手は猛ラッシュを敢行しました。試合は原田選手のペースで進んでいましたが、王者ジョフレは5ラウンドに強いパンチを続けざまに当て、原田選手はダウン寸前に追い込まれました。当時の世界王者は8人しかいない時代で、世界王者の価値が高く、加えてジョフレの無敵ぶりと原田選手の人気から、この試合のテレビ視聴率はなんと 54.9% だったのです。